松田学君。日本維新の会の松田学です。この国会もそろそろ終わりに近づいてまして、予算委員会や財務金融会でもアベノミクスに関していろいろと議論させていただきましたが、まだ若干時間不足で基本的な点ですね、お聞きしたい点が残ってますので、お聞きしたいと思います。日銀総裁と麻生大臣にお聞きしたいと思います。まず質量両面での異次元の金融緩和に関してなんですが、今回のこの政策を取ってですね、でこれ日本もですね、ボラティリティという問題がありましたが、世界市場も必ずしも安定していないというかですね、で一つはバーナンキーの FRB 議長のご発言もあって、もう一つは日本が異次元の緩和政策を取ったのにですね、意外と日本の長期金利が乱高下したというのも一つの原因であるという指摘もあるようなんですけれども、そもそもこの金融政策、中央銀行がですね、思うようにマネーを増やして金融政策ができるのかという、基本的な問題もちょっと私もいろいろ聞きたいことがあるんで、それとの関連でお聞かせいただきたいんですけども、デフレは貨幣的現象であると。で我々はそういう立場に立ってこの今回の金融政策の方向を反対するわけではないんですが、しかしその貨幣といっても要するにそれはお配りした資料をお配りされています。これは貨幣数量方程式 MV イコール PT、M というのはマネーサプライが貨幣であってですね、日銀のいわゆる、マネタリーベースではないわけで、この マネーサプライが増えなければですね、貨幣的現象といっても貨幣が増えるわけではない。で本当にこの M が増えるのかどうかという基本的な問題があるわけでして、で仮に M を増やしても実体経済にちゃんとそれが回らないで、つまり V 流通速度が低下するようではですね、これも、物価が上がっていくということにはならない。で特に金融政策が効かない状態ということで、よく経済学で言われているのは流動性の罠という言葉が言われていますが、これは簡単に言うと、日本は今、多少金利が上がったといっても、世界の人類史の中でもめちゃくちゃ金利の低い状態であるわけですね。でこの状態でその人々は債券を買う場合ですね、これから金利が上昇すると予想した場合、債券価格が下落していくという予想するとですね、いくら貨幣供給が増してもですね、資金は債券購入に回らない、だから金利はそれ以上低下しようがないということが、簡単に言うと流動性の罠と言われている状態なんですが、送られた資料でこれも経済学でよく出てくる ISLM 分析と、左側は通常の場合で、右側が LM 曲線がこの横に寝ている状態ですと、LM 曲線を右に動かすのが、通貨を増大するということですが、これですと全く経済に効かない。この場合においては、いわゆる IS 曲線というですね、実体経済の方で有効需要を拡大するしかないというので、堅持政策が有効であるということは言われてきたわけなんですけれども、日本の現状でですね、本当にこの流動性の罠という状態にあるんであれば、金融政策というのは、もちろんその場合、後で議論しますが、実質金利という問題になってくると思うんですが、どういうふうな状態にあるか、まずこの辺の認識をですね、日銀総裁にお伺いしたいと思います。黒田日本銀行総裁。確かに金利、特に短期金利はもうゼロ金棒に来てますので、これ以上下がりませんし、おっしゃったような流動性の罠というようなことがもう少し長い金利のところでもあるとすれば、金利が下がりにくくなるというような事態というのは理論的にはあり得ると思います。ただ現時点で日本のみならず欧米の中央銀行が直面している事態は、やはりその短期金利がゼロに張り付いている中で、いわば短期金利の操作によって金融緩和とか引き締めを行うという伝統的な手法が使えなくなったということで、いわゆる量的緩和というのをやっているわけですが、それも実はそのマネタリーベースを量的に増やすというだけでなくて、さらにそのまさに量的質的と言っているように、欧米の中央銀行もすべて長期国債を直接購入して、長期金利に直接働きかけることを、やっているわけでございます。したがいまして、日本銀行の行っている量的質的金融緩和というのはまさに、そういうことをやっておるわけでして、いくつか
重要な点があると思いますが、まず第一には 2% の物価安定目標をできるだけ早期に2年程度を念頭において実現するという、まあ、強いコミットメントをしているということ、それからその下で量的のみならず質的な金融緩和を行っているということで、長期国債の長めのものも買ってますし、さらに ETF の保有価格を増やすという形で、民間のこのリスクプレミアムも圧縮しようとしているということでございます。したがって、確かにですね、ご指摘のような懸念というのは理論的にはあり得ると思うんですけども、現時点で、日本銀行ないし欧米の中央銀行が直面している問題は いわゆる流動性の罠ということで、直接というよりむしろ短期金利がもうゼロになってしまって、それ以上下げられないと、したがって、長期金利に働きかけるとかリスクプレミアムに働きかけるとか、あるいはその直接的にリスク資産を買い取るとか、そういったことを手法としてはやらざるを得ないし、やっているし、それが一定の効果を持っているというふうに思っております。松田君。期待に働きかける場合ですね、確かに先ほどからブレイクイーブンインフレ率の話が出て、若干上がったり下がったり、期待に働きかけるというのは、でも本当にそれが効果を表すためにはですね、やはりもう少しこう遠い 2,3 年ぐらい先までですね、どういうふうな道筋でですね、経済が動いていくかというところを示さないと本当に期待が定着しないと言いますかですね、ブレイクインブインフレ率も下がっているという話になってしまう。でその中で私やっぱり大事なのは、これは当局がなかなか言えないといったら、やっぱり金利がどう動いていくかというイメージが市場が持てるにしないとですね、今やっぱりこの流動性の罠かどうかは別にして、ここに近い状態の下では実質金利を下げるしかですね、つまり、借り手の負担を低下させると、貨幣価値を上げるという予想をつけてですね、で実質金利を下げるということしかないわけですね。で実質金利を下げるためには名目金利があんまり上がっちゃうとですね、やっぱり実質金利が打ち消されてしまうものですから、そうするとやはりある程度名目長期金利というのはしばらくの間はもう先ほどもお話出てますが、上げないでなんとか推移させていくと。でその中で実質金利が下がっていって、そして実需が出てきて、貨幣需要が増大してきて、実体経済が良くなって、そして資金需要が増大してきて、そして期待インフレ率が上がってですね、さらに上がって、そして、マネーサプライも増えて期待インフレが上がっていくと、そういう道筋をですね、金利と一緒にこう示していくべきだと思いますが、その辺については総裁いかがでしょうか。黒田日本銀行総裁。ご指摘の点は理論的にその通りだと思います。ただ実際問題として中央銀行が直接コントロールできるものというのはマネタリーベースであり、あるいはそのマネタリーベースを増やすために量的質的金融緩和ということで申し上げている通り、長期国債を年間50兆円ずつ買っていくとか、 ETF リートを買っていくとかといったことによってイールドカーブ全体に働きかける、あるいはリスクプレミアムを圧縮するということになるわけでして、やはりいずれも中央銀行も実質金利、長期の特に実質金利を下げるということによって景気を刺激し、あるいは日本の場合ですと物価安定目標を達成するということになるわけですが、その場合に中央銀行は直接的にですね、金利の長期金利の道筋を示すというのが一番いいのかどうか。実はご承知のように日本銀行は成長率と消費者物価上昇率について向こう3年間の見通しというものをかなりクリアに示しているわけですね。ですからそういう意味ではその中で長期金利がどのように展開していくかというのは
中央銀行が直接に示すというよりも、まあ、いわば間接的に、示しているということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。松田君。今回異例の、まあ、バランスシートを2倍にするといいますかですね、そういう政策を取ったこと自体についてちょっとお伺いしたいんですが、と言いますのは規模が大きい異次元というのはそれはまあ非常にいいんですけれども、逆にリスクというかですね、いろんなリスクも、まあ、同時に拡大させられる、させる可能性があるんですね。ちょっとマイクを近づけて、はい、あ、そうですか、これなんですか、該当です。じゃあこれでいきましょうか。要するにリスクも拡大するということになるわけですね。で、例えば今回ですね、日銀がバランスシートをですね、14年末に向けて、まあ、非常にもう拡大させるという、そのバランスシートも、その日銀のバランスシートというのは基本的に、まあ、長期国債とかそういう資産の部はそういうことなんですが、負債というのは、まあ、基本的に銀行券と、当座預金で、銀行券はこの2年後に向けてほとんど増えていなくて、もっぱら当座預金が莫大な増加をする形で増えていると、まあ、こういう形でバランスシートのつじつまを合わせているわけですが、まあ、これは逆に言うと、そのもしですね、民間の市場で、金融市場で、まあ、有利な融資先が出てきたと、で、まあ、銀行はもっともっとお金を貸そうとして、そうすると当座預金を引き出してですね、でお金をこの貸し出しに回そうという動きが当然これから想定されるわけですね。で、そういったときに、まあ、どういう、まあ、いろんな調整手段あると思いますが、売り出し手形を使うとか、いろんな手段あるとは承知してますが、まあ、これが仮に大規模に起こった場合ですね、バランスシートのつじつまを合わせるために長期国債を、まあ、多少は売却しなきゃいけないとかですね、そういうことに追い込まれるとか、そういったリスクもですね、一方で、全く想定できないわけではないように思うんですけれども、そういった場合のですね、どういうような、手段を講じてこの長期国債、いわばもともと銀行券ルールというのは私はあんまり意味がないと思っていたんですが、まあ、よくよく考えてみると、まあ、銀行券というのはいわば、無期限無利子、国債みたいなものですね。で、これで長期で借りて長期で、長期国債に運用していると、 ALM 上が非常に理にかなっていたわけですね。で、今度は短期で借りて長期の国債を買うということをやるわけですから、まあ、この辺のですね、最終的なつじつま合わせというのはきちっとできるのかどうかという点についてもご説明いただければと思います。いかがでしょうか。黒田総裁。ご案内のとおり日本銀行のバランスシートは資産側で、国債その他を買い入れることによって負債側の当座預金が当然増えているわけでございます。逆に言いますと、資産を売らない限り当座預金はそのままの額でありまして、個別の銀行が当座預金、日本銀行における当座預金を引き出しましても、それは誰かの預金になってまた戻ってくるだけですので、何かその、日本銀行が主体的にその資産を売却するということをしない限り、当座預金が減少するということはないと。で、問題はその将来、2% の物価安定目標が実現された暁に、現在の量的質的金融緩和を、まあ、そのままの形ではなくて、まあ、修正していくということになった場合にどういった形でそれをやっていくかということはありますが、それは、まあ、あくまでも出口議論でありまして、日本銀行が何かその銀行が当座預金を使って他の資産に回したので、日本銀行のバランスシート上困って、資産を売らざるを得なくなるというようなことにはならないというふうに思います。むしろ出口論として、その時にどういう手法で、その修正をしていくかということだと思いますし、まあ、現時点では入ったばかりですので出口を議論するのはやや時期尚早ではないかと思っております。松田君。
例のバーナンキ発言があって、アメリカの株価を下げたりしたのもですね、やっぱりこのあまりも大きいことをやっていると、それが市場では常識になってしまってですね、でそこからちょっと変化すると、普通の変化以上にこう大きなインパクトを与えてしまうと、これ非常にこの不安定性を増してしまうということもあるものですが、そういったいろいろな意味でのですね、説明責任が大変この日銀には以前に増してですね、重くなっているという気がいたしております。おっしゃることはよくわかります。でただ出口戦略という、今日はあえて出口戦略という話は今まで自分出てきたのでお伺いしませんでしたけれども、相当気をつけなければいけない事態が将来来るんじゃなかろうかということだけ申し上げておきたいと思います。それから次に実体経済の話でですね、政府の成長戦略ではですね、経済成長についての望む一つの経路として、実質経済成長 2%、名目で 3% というのはとりあえず出されているようでありますが、そうすると GDP デフレーターは多分 1% で、で CPI というのは GDP デフレーターよりも大体 1% ぐらい高いとすると、 CPI 2% と整合的だという意味で日銀とも整合的なのかなというふうな理解をしているんですけれども、今財政制度審議会の報告にも奇妙な安定という言葉がありましたようにですね、企業の設備投資が伸び悩んでいるから民間部門に資金余剰資金があって、それが国債に向かっているから金利が低いと、だから財政が回っているというふうな指摘も、非常に鋭い指摘だと思いますが、デフレ脱却というのはこの奇妙な安定を崩すことであるわけですね。でこれはどこに現れてくるかというと、結局長期金利の上昇という形で現れざるを得ないわけですね。でそうすると、今までの過去の経験則から見てですね、名目成長率が長期金利を上回るというのはバブルの時の名目 4% ぐらいの成長した時ぐらいしかなかったとしますとですね、名目 3% ぐらいの成長の時に、依然としておそらく長期金利の方が名目成長率が高いというのが普通のケースだと思われるわけですけども、その場合には、仮にプライマリーバランスが達成できてもですね、国債発行残高の対 GDP は拡散を続けていると、これも金利上昇圧力になる。でそうなってくると、この理想の成長経路を実現、まずこの成長経路について日銀としてどう考えているのかということと、この状態を実現したときにですね、金利をですね、名目成長率よりも抑えると、長期金利をですね、そういう方針 でそれによって財政ともついつま合うように運営していくということを視野に入れて考えていくのか、その点についてお伺いしたいと思います。黒田日銀総裁。ただいまご指摘の実質で 2%、 名目で 3% という政府の想定は、これは当然のことながら、先般策定された成長戦略などを政府が着実に実行に移すということを前提にして、成長率が高まり、名目 GDP も 3% 成長するという姿だと思っております。でただそれは成長戦略その他、実行することによって、実現ができると思います。ただそれだけで、自動的に財政状況が健全化して持続可能ものになっていくということは想定できないわけでして、まさに先ほど麻生副総理が言われたように、2015年までにプライマリーデフィシットを半減し、2020年までにプライマリーサープラスにを実現するという財政再建のシナリオを実現するためには、歳出歳入両面にわたる再建努力、健全化努力が必要であって、それによって初めて、債務 GDP 比率がピークアウトして、将来に低下していくことが期待できるということで、実質で 2%、 名目で 3% 成長が実現されれば、それで自動的に財政が再建されていくということではないと思います。松田君。いや全くその通りなので、その際に長期金利というものがですね、いわゆる、
名目成長率を上回る状態でありますとですね、財政再建に向かわないんですからですね、その辺についてちょっと西総裁のお考えを伺いたかったんですが、ちょっと時間がございませんので、ちょっと質問を次の質問にさせていただきます。中長期の経済成長の前にまず来年度の経済ですね。で、今年度は確かにアベノミクスの効果でですね、で公共事業も出てますから。あれなんですが、一旦このいわゆる政府投資というものが土台が今年、15ヶ月予算ということで上がっておりますので、来年度に入りますとですね、これは自動的にこれは臨時異例のものだとすればですね、これは数字の面ではマイナスになるわけですね。政府投資がですね、元に戻すということであればですね、でそれでそれに加えて消費税も上がる、消費税を上げることが、私は反対ではありませんけれども、それによって、政府の資金不足、赤字国債が減るでしょうからですね、でそのあたりを総合的に勘案すると財政が、赤字国債が減るという、マクロ的なバランスでいうとその景気のマイナス要因であり、そしてかつ、公共投資の縮小がこれも成長率そのものにはマイナス強になっていくと、そうするとかなりこの来年春以降の経済がですね、今から心配されるわけでして、消費税の引き上げをどうするかというのを今年の秋に決めると言いますが、今年の秋に出てくる経済指標というのはだいたい今年の春から夏までの間で、一番大事なのは来年の春なんですけども、その辺に向けた全体的なポリシーミックスとかですね、そのあたりについて麻生大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。麻生財務大臣。今言われた通り、来年の4月頃どうなっているかというところは、これは今年の10月以上に来年の4月頃どうなっている方がの方が現実問題としては重大な問題なんだと私はもうそう理解をしております。従いましてこの10月、大体半年ぐらい前にという話で今10月ということになっておりますけれども、この10月に決めるときには4月の状況をある程度予測してやっておかねばならぬと思っておりますが、今のような情勢が少なくとも経済指標が総じて上がっているという状況が今後半年間なり1年間なり続くという前提を考えてそこで決めるか、このまま何か起きるかもしれんということを考えてあるか、なかなか判断の分かれるところだとは思いますけれども、基本としては三党合意というものがきちんとやっていけるような方向で経済というものを運営していかなきゃいけませんし、来年の予算編成というのは8月のいわゆる頃になりますと、いわゆるシーリングやら何やらいろんなものが出てきますので、その時には公共工事等々を含めて、当然15ヶ月だったら今度は12ヶ月で計算するわけですけれども、当然のこととしてそこの辺は十分に配慮した上で、ある程度どんなにこう前倒し効果があってもその4月1回落ちることは確保せなければなりませんので、そこのところを考えて対応していくというのが大事なところだと思っております。松田君。私自身は政府投資というかですね、それが公共事業けしからんとまでは私は思わないんですね。これはもう必要な公共投資というのはかなり出てきているんですね。お配りした資料で名目行動的固定資本形成と建設構成公開の推移とありますが、これ見てみると90年代に比べてこの2000年代の後半というのは大体政府投資の水準半分ぐらいまで落ちているというのも、これは確かに異常な落ち方であるのも間違いないわけですね。で、本当はニーズに全然即していないぐらいのところに絞りすぎてしまっているという面もあるかもしれないと思わないわけではありません。でそういった意味でアベノミクスの第二の矢というのは方向として全く間違っているとは思いませんが、しかしこれはそもそも政府投資というのは、国民の構成を高めるためにですね、必要なものを計画的段階的にやっていくべきものであってですね、この急激に景気対策のために増やしたり減らしたりというのは90年代の非常にこの我々もその、失敗をしたわけですから、そこのところを考えていくと、あまりにもこう急激に拡大すると次の年はまた減らすのかという話になってしまいますので、そのあたりのところを考えるとですね、来年度以降の経済運営を考えたときに、消費税を上げて赤字国債を減らすという、これも絶対やらなければいけないことを前提としながら、でかつそれも政府投資というのもですね、あまりこの建設国債もですね、あまりこの建設国債と赤字国債をなんで同じ60年償還にやっているのかと、私もそのことについてもちょっとお伺いしたいんですが、
そのことも含めてもう少しそのメリハリの効いた財政運営というのを知恵を出していかなければいけない。で、まあ、そのために我々はその、財政責任法案というのを今国会に出したんですけれども、その点についてもちょっと麻生大臣のご見解を伺いたいと思います。はい、最後に一言、麻生財務大臣。60年交際のルールの話が本点です。ちょっと時間がないみたいなんで、60年ルールの方のが観点ですか。その件でもし参考人でもよければどうぞ。その後麻生大臣の方。はい、これは60年償還ルールっていうのはもうよく松田先生ご存知の通りなんだと思いますけれども、いわゆる公債の発行によって作り出される固定資産が国民の生活向上等々に役に立つから等々の理由で、その見合いとなる資産が平均的な効用っていうのを発揮しうる期間を目安としてだいたい60年と定めたものなんだそうです。その頃は何だか知りませんけど、セメントの需要もだいたい60年がだいたい限度やというんで60年で決まったんだでと私はセメントに入った時に教えてもらったんですけれども、本当かどうか知りませんけど、そういう経緯でこれは60年になったんだそうです。ただこう特例公債につきましては、これは昭和50年の発行当初にいわゆる満期になった時全額を現金償却することをされていたんですけれども、これがご存知のような財政状況等々でずっと歳出カットや何やらで繰り延べになっていって、結果としてやむを得ず仮解債の発行を認めるというような形がこのルールになっておりますので、これ建設公債と同様に60年償還されるようになったら多分資金繰りの都合が一番大きな理由だったと私はそう理解をしておりますけれども、いずれにしてもこういったものは市場の状況もありましょうし資金繰りの都合もあろうとは思いますけれども、なるべく早くこれは繰り上げ償還なら繰り上げで返せるような努力というものは今後としていかないと、国債なり国のなり通貨というか国債の信用問題に関わってくると私たちもそう心得てやっていかねばいかんもんだと思っております。どうもありがとうございました。はい。